青千鳥は、ランハクサン地鳥属の地生の多年草。別名、ネムロ地鳥という。根は白く、手のひら状に分かれ、一部は飛行する。茎は直立して高さは20から50センチメートルになり、量がある。葉は長大円形、または高皮心型で、長さ4から10センチメートル、幅1.5から3センチメートルになり、4から5個が誤生し、葉先は尖り、基部は、 鞘状になり、葉の表面に艶がある。茎の基部に鱗型葉が数個ある。花期は5から7月。茎先に花序がつき、計10から20ミリメートルの花をやや蜜につける。花は単緑色から紫褐色をしている。花,花の角は強皮芯型で花より長い。三角片は強卵形で、長さは7から8ミリメートルになる。側下片は線状痺心型で、 学編より短い。学編及び側下辺は内極している。新弁は、高視色を帯び、追加して、肉質、長大円型で、長さ8から 10mm、先端は3朝列し、中列弁より、側列弁の方が長い。日は、長さ 3mm になり、太く短い休憩で、新弁の後方に隠れる。随中は、 長さ2ミリメートルになり、前方に曲がる。日本では、北海道、本州中部地方以北、四国に分布し、亜寒帯から冷温帯の林下や林園のやや湿った場所や湿地に生育する。国外では、千島列島、アラスカ、サハリン、朝鮮半島、中国大陸、ロシア、ヒマラヤ、ヨーロッパに広く分布する。和名の青千鳥は、青千鳥の井で、 花色が緑色であるため名付けられ、また、別名のネムロチドリは、ネムロチドリの意で、北海道ネムロに産するため言う。種商名ビリディスは、緑色のの意味。青チドリ属コエレグロッサムハートムに属する一族一種とされたことがある。また、ヨーロッパ、シベリア西部、北、アメリカに分布するのを基本種コエレグロッサムビライド、バリエーション、ビライド都市、日本、朝鮮半島。 中国大陸、千島列島、サハリン、シベリア東部に分布するのを、変種千島落ち取りバリエーション、ブラックテアツムと、日本の南アルプスの鉱山帯に分布するのを、変種高ネア落ち取りバリエーション、赤いマンテナムと細分する考えがあった。ありがとうございます。